前回の第2話に引き続き、文鳥のラムネ君に老いを感じた2つの理由をお話ししますね。2つ目は握力、脚力が弱くなったから。3年ほど前、7歳の頃からでしょうか、ケージ内の泊まり木から不意に落ちる姿を見かけるようになりました。かかりつけの動物病院で相談したところ、足を滑らせにくい自然木に取り替えてみるか、磁着性テープを泊まり木に巻いてみるかと提案をされました。結果、自然木も磁着性テープも数週間ずつ試してみましたが、どちらも怖がってしまい、それらの策は失敗に終わりました。鳥さんは老鳥の域に達すると股関節の動きが鈍くなったり、腱が衰えることで握力、脚力が弱まってきます。ラムネ君の状態を獣医師と相談しながら、現時点ではひとまずケージ内の止まり木の位置を調整したり、指からも落ちてしまうことが増えたので、時には掴んでケージに戻すようにしたり、鳥さんを年齢できっちりと老鳥だと定義することはできません。愛鳥さんの活力が低下してきたように感じたり、できていたことができなくなってしまったり、些細な愛鳥さんの変化に気づくためにも、日々の観察と定期的な健康診断を。次回第4話へ続く。いつかはバイバイ、ラムネ君。